リライズニュースの編集を務めています、川名と申します。本日は株式会社、サパーン代表の作田栞里様に話をお伺いしたいと思います。お忙しい中ですね、お時間作っていただきまして誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いいしますはいえー、ではですね、えー、早速こう質問の方入っていく前に、簡単な自己紹介からお願いできればと思います。はい 株式会社サパーンの桜田しおりです私はタイに住む山岳民族のカレン族の農家さんと一緒にコーヒーを作っていて、うん、そのコーヒーを通してタイに住んでいるミャンマーやカンボジアやラオス周辺国から移動してきた子どもたちの体験作りなどを行っています。へえー。はい、いやなんかえ話聞くのが楽しみです <laughs>。<laughs> ありがとうございます。 でではですね作さんがあの描かれているあの夢やビジョンをお聞かせください、はいは私はどんな環境下の子どもたちでも将来の選択肢が平等にあればいいなっていうのをすごい思っていて、うん、あなので私が今やってる活動を通してでも、はい、例えば貧困層の子どもたちでも普通に学校に通えてその先、うん に自分たちが進みたい方向に進めるような社会になったらいいなって普段思ってます<ー>、はい、そういったあのあの学校の環境だったりとか,、はい、かあの環境でも子どもたちがこう夢を持って行けるような社会にこうなってった時に何かこう社会がこうなんかもっとこうなりそうだなみたいな。 はい、どんななな感じでしょうううこなりそうだなそうです、ね、私がすごい向こうとかで活動してて思うのは、はい、なんか私は貧困地域の子どもたちとどうしても関わるのが多いんですけど、はい、なんか結構物がなかったりとかする中で、うんうん、身の回りのものからお家を作ったりとか、うん、遊び道具を作ったりとか<ー>いつも私は子どもたちのそういう発想力だったりとか。うん すごいなって思っててて思なのでなんかその形がじゃあ将来的に手ばまれることなく進めたらなんかそういう発想力とかがもっと世の中に出ていくのであ<ー>なんかそれによってもうちょっとななんだろうな今より新しい角度からのものができていったりとかしたらいいなっていうのはすごい毎回思いますね。あ ありがとうございます。うんはい、確かにアイディアとかってね、こう発想とかっていつの間にかこうあの固定してたりしますもんね、うん。なんか新しいね、そういう発想があふれたら、はい、なんか楽しそうです。ではですね、そういった、はい、こうビジョンにこう向かっていくのに、現在、ね、どのような目標や計画っていうのを立てておられるでしょうか。 今はまずあの私が主に関わっているのがそのタイにいる移民の子どもたちになるんですけど、はい、その子たちって結構特殊教育環境とかも特殊で、はい、移民の子たちだけが通う移民学校に通ってたりするんですけど、はい、まずその移民学校の教育水準がまだすごく低かったりして、はい、なのでなんか私が今直近で やってることとしては、はい、移民学校の子どもたち向けに子どもたちが学校在学中にコーヒーの焙煎の体験してもらったりとか日本で今コーヒーの販売してるんですけど、はい、そのパッケージを一緒に作ったりとかでそのコーヒーを日本で売ることで まだなんか向こうって必要最低限の教育が受けれるような環境だったりとかも全然整ってなかったりするので例えば椅子とか机とかホワイトボードとか、はい、必要最低限授業を受けるように受けるのに必要なものであったりをそのコーヒーの売り上げの一部でサポートさせてもらったり直近、はいはい、ではしてて。うん なのでまず一番初めはその子たちがあの移民学校ってあの幼稚園の時から高校まで、はい、教育課程が長くて高校までそこに通うので結構3歳ぐらいから18歳ぐらいまでの家庭があるので、はい、まずそこで一応最低限の教育が受けられるようにしたいなっていうのが直近で取り組んでいることですね、うん。ありがとうございます。ははいいそののっていうのはあの そういういう移民の方っていうのは多いんでしょうかね多いですねすごい<あ>やっぱ東南アジアの中でも一番多分その周辺国に比べたら発展しているので、うんるね、周辺国から仕事をしに移動してくる人たちが多いですねでそのお、まあ、幼稚園から高校ぐらいまでそ移民が校に通うということなんですが、はい、そのあのまあ設備っていうのはやっぱりこう 机とか椅子がこう足らなかったりとか、黒板とかホワイトボードがこう、まあ、なかったりとか、やっぱりそういう,こうちょっとあの授業を受けるにはまあ足りないっていう状況ってことですね。そう,です、ね、うんなんかど,どれぐらいのものなんでしょうかね、なんか。はいその うん、なんか地べたに座ってこう授業してるとかどうんな感じとかもありますね全然。ああ<ー>私教室の数が足りてなくて外で青空教室みたいな感じで授業してたりとかもありますね。なのでそうするとやっぱ雨の日授業を中止にしないといけなくなってしまったりとかもあるので、はい、それによってまた、うん、あの授業が遅れる ばかになってくると思うので、なので、そうですね、まずなんかその人数分、うんうん、それぞれの学校の生徒全員分、全員がちゃんと、まあとリアリズ勉強できるっていうか、うん、学校に行ったら必要最低限勉強できるっていうような環境も整えたいなって思ってますね。うん、はいわかりましたありがとうございます。はい でではですね、そういったこうビジョンを向かっていくのに、現在こうどのような活動指針を持って、どんな活動をされておられるでしょうか。現在はあの日本で向こうで作ったコーヒーの販売を行っていて、はい、年に2、3回向こうに行って、うん、向こうの状況が今どんなだとか、<ー>今足りないものとかを<ー>えと向こう、 見に行くうん,うん、うん、っていうような生活でやってて、はい、で基本的に日本にいるときはメインはコーヒーの販売してますね。うんであと最近だとオンラインで向こうの子供たちとこっちの子供たちつないだりとか。へ、はい、えー。はい、日本の,その子供たちとこのタイの子供たちをこうつなぐっていう。 そうですね。それもすごい向こうの子たちにとってはあんまり外国人と絡む機会とかもないので、すごいいい経験になるなっていうので、<ー>で日本の子どもたちにとっても移民の子たちとあんまり絡む機会とかないと思うので、それがお互いにとっていい経験になったらいいなっていうのでそういうことも最近は始めました。へえ<ー>。<laughs> なん発音とかどうなんですか。はい、すごいやっぱり。言葉ですか。 いやあの反応ですねお互いいのの反応っていうのはあでもなんかこいだ今年入ってから始めたことで、はい、こないだまで私向こうタイに行ってたんですけどその時に向こうの人と話してた中ではすごい子どもたちってまず日本のことも知らなかったりとか日本がどこにあるとかどんな国でとかも全く知らなかった中で保留、はい、会を私が作ってやったんですけどすごいその終わった後に。 ななんか日本に興味持ってくくれた子が多くなったへえ<ー>それをきっかけにじゃあ日本以外にも自分たちがいるタイの周りの国だったりとか、うん、日本の場所から見たタイだったりとかにすごいなんか興味持ってくれる子が増えてへ<ー>いろいろ先生に聞いてくれたりしたみたいでなのでそれが良かったっていうのはすごい先生たちからは言ってもらいましたね。 へえー。いや、なんかすごい立派な授業ですね、本当に。<laughs> ありがとうございます、えー。で、あの、実際にその授業の中で、こういうを作っていくっていう、焙煎を、はい、まあ、作るというか、焙煎を体験するっていう焙煎に関しては、授業に組み込んでるわけじゃなくて、はい、はいはい。 この私の今のバッグのパッケージとか、こんな感じで一枚一枚書いてもらったりとかなんですけど、うんうん、なんかそれは、なんだろう、その職業体験みたいな、日本でいう職業体験みたいな位置のスタンスでやってますね。あうん、なので、定期的にっていうよりは、ところどころのイベントみたいな。例えば焙煎ば体験だったら、あの、うん、学校、将来的にカフェだったりとかに興味がある子。うん が体験できるみたいなでこれに関しては結構向こうの子供たちって絵描くのがめっちゃ好きで絵描くのが好きな子が多くて、うん、なんか遊び道具ゲームだったりとかおままごとセットだったりとかがやっぱどうしてもないので普段ん遊ぶってなったらその辺のものを自然の中で遊ぶか絵描うん、うん、いて遊ぶかとかが多い関係ですごい絵描くのが好きな子が多かったんで。うんうん なのでこれは全員やってたんですけどへえー、焙煎体験とかは本当に高学年とかのカフェだったりとかに将来的に興味があるなっていう子だけですねあ,あなるほどはい、はい、ありましたなので授業というわけではないですね <laughs> うんうん、うん、ありがとうございます、はいえー、ではですねあの、うん、そういった あの現在の活動やあの夢やビジョンを持つようになったあのきっかけどんな出会いがあって、はい、そして、まあ、その中でこうどんなあの発見とか気づきっでそういう活動をされるようになったんでしょうか私はもともと、はい、一番最初は小学校の長期休みなどに、はい、家族で海外旅行に行く機会が多くて、はい、それですごいなんか。 海外ででいろんんな体験させてもらったんですけど、はい、新しいことを日本では体験できないようなことだったりとかうん、うん、を通した新しいことを知る楽しさだったりとかうん、うん、なんか日常とは違う感覚だったりとかなんか日本でダメなことがその国では許されたりとかそういう当たり前が崩されてる感覚がもともと好きで,<ー>でそこからすごい海外が好きになって。はい 中学や高校の時も短期留学に行かせてもらったりとか大学入ってからはすごい私はもう貧困問題に興味があったので海外のボランティアとか貧困地域に行くスタディーツアーのコーディネートさせてもらったりとかしててでその流れで自分でもバックバッカーでいろんな貧困地域だったりとかスラムとかを東南アジアメインに回るようになってでその中で私一番タイが好きだったんで 最終的にはタイばっか行くようになってっていうのが一番最初のきっかけでした。えー、<laughs> タイが好きになったっていうのはなどんなところがこう魅力的だったんですか,なんか現地の人がすごい、はい、やっぱり優しくて <laughs> <で>関わりやすくて、えー、あとなんか空気感だったりとかご飯だったりとかもすごい私は一番合ってて。 えー、それですごい好きになりな、はい、ちょっとあの次の質問かかるかもしれないんですけど、はい、大学に入って貧困問題にこうあの興味を持つようになったっておっしゃってたと思うんですけどそれなんかきっっかかけがあったんですもともと一番最初中学の時に中学の時からずっと貧困問題に興味があったんですけど。はいはい 中学の時に、あの、ジャパンハート、NPO のジャパンハートさんの創設者の吉岡さんの本を読んだことがきっかけで、へ吉岡さんみたいなことがしたいなとか、吉岡さんみたいになりたいなって思ったことがきっかけですごい私もそこから貧困問題に興味持ってみたいな感じでした <laughs>、えー。はい。 あで大学入ったタイミングで、うん、なんか自分でいろんなとこ行けるようになったんでんそこから始めたって感じですかね。ありがとうございます、はい、えではですね,ねそういったあーのー、まあうん、きっかけですね のおさらにこう背景に、えー、どういったものがおありだったんでしょうか背景ですかそうですね。はい、なんか私は、っさっきのと被るのかもしれないんですけど、はい、なんかそういう、なんだろう、その本読んだときに、はい、例えば発展途上国の子どもたちが病気で足が悪くて、うん、医療が受けられなくて、 学校に行くことができないってなったら、うん、その先って結構限られてきちゃうと思うんですけど、うん、もしその治せない理由が金銭面だけとかなら無償で治療することで歩けるようになったら学校にも行けるようになって、うん、その先がすごく広がるようなことをできるのがすごいなっていうのが一番最初で, <laughs> で私もそんなふうになんかその自分と関わってくれた子たちの。 うんうん、今後の将来みたいなのが変わっていくようなことをしていきたいなって思ってですごいタイに行ってその移民の子たちと関わり始めた時に、はい、なんか私にとってすごいなんだろうそのやっぱミャンマーとかから来てるので、はい、ミャンマーの文化とタイの文化が融合してたりとか,、えー、なんかその子たちのなんかすごいさっきも。 言っ言たかもしれないんですけどいろんな身の回りのものから新しいもの作る過程だったりとかが見てて私にとって飽きなくて、うん、でそこからなんか私もじゃあその子たちの今後の将来が広がるようなことをしていきたいなって思うようになってって感じですかね。へえ。その吉岡さんの本はたまたま見たんですか あえー、と中学やった時中学までは地元の中学行ってたんですけど、はい、高校受験しないといけないのにあの高校受験する高校が決められなくてうん、うん、で将来的なことを考えてから受験する高校を決めようって思って、はい、で海外にはずっと興味があったんで海外で活躍してる人の日本人のなんか本だったりとかを図書館とか本屋さんとかでいろいろ見てた時に、はい けましたね。あ、自分からこう見つけたんですね。<laughs> めっちゃいろいろ見てましたあの時は。へえー。<laughs> であなんかこれだみたいな感じで。はい。それですごいなんかそういう生き方だったりとかに憧れて。えー、私もなんかそういうふうなことをしていきたいなと思ったのが一番最初のきっかけでした。うん、あ、りがとうございます。先ほどのね、はい、あの結構ご両親に。 ちっちゃい頃こういろんな、はい、連れて行ってもらってそこでのこう日本でのこう当たり前っていうのが当たり前じゃないんだみたいなそういうこうんか刺激が好きだったみたいなのっていうのをあのおっしゃったと思うんですけど、はい、あれですもんねこのちっちゃい頃の経験ってめっちゃ大きいなーってこう んとこうどんな経験したかでこう将来、うん、こう夢がこう広がっていくっていうそこにこうアクセスできる、うん、の取り組みっていうのはいや本当なんか素晴らしいなっていうのをお話を聞いてて感じました。ありがとうございます。なんからあのこのインタビューを、はい、あの見てる方に最後こう一言なんかこうメッセージみたいなのがあれば。 ですか、はい、<laughs> えー、そうですねなんかうんえー、難しいですね <laughs> えー、なんだろうでも私は今なんだろうすごい自分のやりたいことを、はい、ができてることがすごい楽しくてうん、うん、ででもなんか全然まだその自分が思い描いてるところには 届かない部分がすごく多く多て <laughs> それでもなのでなんかそのそれでもやっぱりなんだろうな自分のなので大変なことはやっぱ多いんですけど、うん、自分のやりたいことやってると後悔はないなと思ってて <laughs> なのでなんか唯一伝えられることっていうかがあるとしたらなんかその自分がやりたいことに対して 少しずつでもなんか私も本当に少しずつしかできてないので少しずつでもやってたら後悔はないかなっていうのは思いますね。はい。素敵なメッセージありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。えー、ではですねえー、今日はこれでえ終了したいと思います。はい。はい、えー、今日は佐久田しおり様にお話をお伺いしました。えお、ー、素敵なお話ですねありがとうございました。ありがとうございました。